覚えてる私は手伝うよ。ちょっとどいて。木は燃えやすい。株価が急落した。カード使えますか彼はバスの運転手だ。 彼女はピアノが弾けます。川で泳いでる男の子、誰彼女は私に来ると約束したよ。彼は3歳の時に東京に来た。 私はいつも徒歩で通学している。もしも地球の自転が止まったらどうなると思う私がどんなに心配したかあなたはわかっていない。